いともたやすく行われるえげつない行為。歴史サロンの間です。今回はなかなかえぐい最後を迎えた歴史上の女性たち4人を紹介していきます。残酷な最後、えぐい結末と聞くとちょっとグロい感じをイメージしますよね。調べてみると残酷な最後というのはそういうのだけじゃないんだなというのがよくわかります。いつものようにいやびっくりするようなことがたくさん知れて楽しかったですなんてテンションにはさすがになれません。閲覧注意。動画の最後にこの動画から現代人の私たちが学べる教訓もお話していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1. 藤代御前。まずはじめに紹介したいのがこの戦国時代の人物、藤代御前という女性です。彼女はいわゆる人妻の身だったんですけど、なんと自分の夫を夫の上司に殺されてしまうんです。なぜそんなことになったのかというと、この上司がかなりの女好きで、性質や側室がいるにもかかわらず家臣に他にいい女いねえかなとぼやいたところ、家臣から藤代御前の名前が上がったというわけなんです。この上司の名前は津軽為信というんですけど、為信めちゃくちゃアタックするんですが、当然旦那はその申し出を拒否しますし、藤代御前も当然断ります。それにブチ切れた為信はなんと旦那の方を殺してしまうんです。完全に逆上でもうパワハラとかそういう次元をすっ飛ばしてますが、そもそもなぜ殺したのかというと、生活が危ぶまれれば俺にすがってくるだろうという魂胆だったと言われています。もう完全にサイコパスです。ですが藤代御前はそれでもなお断り続けます。津軽為信はあ、側室だから嫌なのかと、こうやってまた斜め上の発想して正室に迎え入れると言い出すんですが、そもそも旦那を殺したやつになびくやつなんていないんですよね。藤代御前は当然この誘いも断るんですが、為信はこれに対してなんと自分の軍まで動かすんです。藤代御前の呪い、そして戦にまで発展するんですが、津軽為信陣営の方が当然人数が圧倒的に多かったので、藤代御前陣営はまさになぶり殺されてしまうんです。特に藤代御前はひどく、ミンチになるほどに切り刻まれたと言われています。藤代御前は津軽為信に対し、この恨み永久に忘れることはないと言い残したと言われています。一方の津軽為信はミンチになった藤代御前を見て完全に興味をそがれたと言われているんですが、こいつマジでヤバいやつですよね。しかしその後なんと津軽為信の息子が病にかかり死んでしまうんですよ。そして次に今度は為信自身も病に伏せてしまうんですけど、この時彼の前に現れたのが藤代御前の怨霊だと言われています。それにビビった為信は藤代御前の怨霊を抑えるために、自身の死後は藤代御前を埋葬した上に墓を建てろと遺言を残したと言われていて、実際にその場所に墓を建てたところ、たたりが収まったと言われています。なんで自分の墓をそんな怖い相手の上に置くのか不思議ですよね。2. ヒュパティア。次に紹介するのは哲学者であるヒュパティアなんですけど、彼女の最後は本当にえげつないんで閲覧注意です。彼女は3世紀にエジプトで活躍した哲学者なんですけど、当時としてはかなり異端な人物だったと言われています。当時はキリスト教という宗教的な教えイコール真実という感じだったんですが、そんな中で彼女の哲学というのはかなり学術的だったと言われています。だからなのか結構はっきり言うタイプだったようで、例えば全く考えないことより誤ったことを考えている方がマシ、あるいは迷信を真実として教えることは恐ろしいと言っていたと言われています。もうね、キリスト教徒がブチギレそうなことを淡々と言っちゃうんですよ。なんというか今で言うところの女性版ひろゆきさんという感じですかね。そしてそんな彼女はかなり残酷な最後を迎えます。牡蠣の殻で。牡蠣って本当美味しいですよね。突然牡蠣ってヒュパティアと何の関係があるんだよって思ったかもしれませんが、ヒュパティアと牡蠣は切っても切れない関係なんです。なんせ彼女は熱狂的なキリスト教徒によって牡蠣の殻で身を削られて亡き者にされてしまったんです。キリスト教の聖職者キュリロスが率いていたボートがヒュパティアを馬車から引きずり出し、そして衣服を剥ぎ取ってから牡蠣の殻でなぶり殺したと言われているんです。貝殻なんかでそう簡単に人間の肉を削ることなんてできませんから、逆にどれだけえげつないか想像できちゃいますよね。この事件で会議が開かれて、キュリロスは怪物だと叫ぶ人もいたほどだったと言われているんですけど、逆に異端者は死んで当然みたいな考え方の人もいたと言われているんで、ほんと怖い話ですよね。なんで牡蠣の殻を道具にしたのか不思議ですよね。3. 駒姫。次に紹介するのが駒姫です。彼女は伊達政宗のいとこであったと言われていて、豊臣秀次の側室になったことでも知られているんですが、めちゃくちゃ美人だったと言われています。いやー見てみたい。しかも当時の年齢が15歳くらいだったと言われているんですよ。これまあ今の時代だと 100% いろんな方向から叩かれますよね。当時はだいたい12歳くらいが女性の成人する年齢だったと言われていて、男性は15歳くらいだったと言われています。戦国武将万人ロリコン説が浮上しますよね。いわゆるこれは元服と
というやつで、戦国時代は戦も多いんで平均寿命もそんなに長くなったと考えられています。それが理由なのかどうかは定かではないんですが、今の時代と比べると早く成人になって家督を継いだり、あるいは子供を産む必要があったので成人年齢がかなり早かったのではないかと考えられています。実際かなり平和になった江戸時代だと成人年齢は今現在との18歳に引き上げられます。駒姫ですが、いくら戦国時代だと言ってもあの豊臣家の人間なんだし、そんなひどい扱いを受けなかったでしょうって思うじゃないですか。彼女の場合はその最後がかなりえげつなかったということで有名なんですよ。秀次の自殺で、秀次は理由は不明なんですが切腹してしまうんですよ。秀次は当時次の将軍になることはほぼ間違いなかったと言われていて、これなんでかというと秀吉には子供がいなかったからなんです。ですが秀頼が生まれちゃうんですよ。これによって事態が急変していきます。なんせ秀次は秀吉の姉の子供です。でも生まれた秀頼は自分の子供ですから、秀吉にしてみればそれは秀頼に将軍を継がせたいって思いますよね。これは周りもそう思ったようで、なので秀次に謀反の疑いの噂が流れたんですよ。これ最近でも結構秀次は謀反を隔てたみたいな説があるんですけど、もしそうなら切腹なんてできるわけないんで、それを否定する人も多いんです。以前にもお話したように切腹、自らの潔癖を証明するための死に方なので、謀反がバレて処刑されるのであれば切腹するなんて絶対許されないんですよね。しかし逆にこうも考えられて、秀次は自分の無実を証明するために切腹したのではないかと。つまり秀吉は自分が謀反を起こすと疑っていると秀次は考えていたのではないかと言われているんです。もともとは秀吉は秀次のことを結構可愛がっていて、疑ってすらいなかったのにもかかわらず秀次は秀吉のことを信じることができず切腹をしてしまったのではないかという人もいるんですよ。秀吉からしてみればそれは失礼な話ですよね。だから激怒したとも言われてるんですけど、その後とんでもないことをします。なんと秀吉は秀次の身内を全員処刑したんです。当然その中には駒姫も含まれていました。駒姫は三条河原で刺殺され首を晒されたと言われています。高貴な身分でありながら犯罪者としてその生涯を閉じるというのはかなり残酷ですよね。4、エリザベート・バートリー。最後に紹介するのがエリザベート・バートリーなんですが、彼女に関しては完全に自業自得という感じです。皆さんはヴァンパイアって知ってますか？人間の生き血を吸い永遠に生き続ける怪物、そんな感じのイメージですよね。ヴァンパイアにはモデルがあって、それがこのエリザベートなんです。彼女はハンガリー王国の貴族で結構身分の高い人物だったんです。ですが彼女のあだ名は血の伯爵夫人というかなり仰々しいものでした。なぜそんなあだ名がついたのかというと、彼女は世界史上名高い殺人鬼だったからなんですよ。彼女は自分の美を保ち続けるために若い女性を拉致して鋼鉄の処女、いわゆるアイアンメイデンで殺害し、その際に溢れ出た血を全身で浴びながら狂気乱舞していたと言われています。その人数本人の記録によると600人以上だとか、超危ない人物ですよね。あとアイアンメイデンとかシャーマンキングでしか見たことなかったんですけど実在していたんですね。様々な残虐行為をしていたんですが、もう正直えぐくて YouTube では言えません。他人の血を化粧水代わりにするとか、もうその時点でもヤバすぎますよね。そしてそういう残虐行為がとうとうバレてしまい、彼女の命令に従っていた使用人ともども捕らえられてしまうんです。使用人たちは処刑されたんですけど、彼女はそうはいかなかったんです。死ぬまで続く完全な孤独、彼女に従って女性を拉致したり残虐行為のセッティングをしていた使用人たちはあくまでも一般人なので処刑できたんですが、エリザベートの場合は貴族です。なので当時のルールでは一般人と同じように処刑することができなかったんです。この発想今だと考えられないですが、それによってかなりえげつない最後を迎えたんです。彼女は窓など全て塞がれた真っ暗な部屋に幽閉されることになったんですが、精神が蝕まれた末に死んだと言われています。まず食事は1日1回小窓から渡されるのみで、それ以降誰かと接触する機会はありませんでした。もちろんお風呂なんてありませんし、不潔な環境ですから生き血を吸ってまで美を保とうとした彼女の美貌はどんどん失われていきます。そもそも鏡どころか光もないので、彼女自身が自分の姿を見ることはなかったと言われています。そんな究極の孤独の中で精神が狂っていき、幽閉されてから約3年後に彼女は狂い死んだと言われています。真っ暗な中で死ぬまで過ごし続ける、もうちょっと考えただけでもゾッとしますが、ある意味当然の報いとも言えます。今回は残酷な最後を迎えた4人の女性についてお話ししてきました。そこから学べるのは、人間は結構簡単に残酷になれるということです。それが愛憎であれ、信仰心であれ、あるいは権力者としての務めであれ、少しの歪みでも人間って残虐性が引き出されてしまうんです。結構身近な話題だといじめ問題とかまさにそうですよね。あれは集団の中で少しだけ違う、それを異端として抗悪とすることで排除しようとする人間の本能で、原始時代から受け継がれている脳の
の仕組みなんです。集団を守り続けることで人間は生き残ってきて、その進化の過程でできた本能だと言われています。その本能があるから人間は簡単に残酷になってしまうんですが、でもですね、今の時代どんな集団なんてなくても生きていけるんですよね。別にね、学校の人と会わなければ他のコミュニティもありますし、 SNS で自分と趣味の合う人、自分の好きな人とだけ過ごすことも実際可能なんです。こういった残虐な過去から現代の私たちは新しい生き方を考えて学ぶべきなのかもしれません。私マーは YouTuber さんのためのオンラインサロンをしています。この歴史サロンというチャンネル以外にも、学識サロンという登録者50万人超えの YouTube チャンネルを運営していて、そのサロンで YouTube のノウハウを共有しています。 YouTube ってほんと難しくて、最初は動画の作り方が全くわからない、やっと作れても誰にも見られない、こんなことが当たり前です。私も実際 YouTube 始めた当時同じように苦しみました。 YouTube って明確なコツがあります。それに気づけないで運営していたら、1年経っても登録者1000人達成できないことがリアルに起こります。このサロンには私が3年以上かけて学んだ YouTube で成果を出すためのノウハウを全てさらけ出していて、登録者1000人達成した人もどんどん増えています。本気で YouTube 頑張りたいという方のみお待ちしております。今日の名言、誰かを愛せたあの時の気持ちでいつも入れたら、誰かを傷つける言葉もこの世にはなかっただろう。さよなら、さよなら、さよなら。